こんにちは、YouTuber の神風大和です。今回は60年続いた星柿の生産を最後にするというので、思い出として記録するために撮影してきました。星柿の生産工程の動画は2018年に出してありますので、この動画の最後のところにリンクを貼っておきますので、ご興味がある方はそちらをご覧ください。ちなみに、このドライブレコーダーは、その えー、柿畑へ行く道中なんですけれども、すごく山の中っていうのがお分かりになられると思います。道の左側のところには、害獣捕獲用のくくり罠を仕掛けてあったりするんですけれども、一回子熊がかかっていたことがあったと聞いています。私は熊を見たことはないんですけれども、えー、生産者の方がこの場所で熊を2回見たと言っていました。 もう一つ余談なんですけれども、映画、慈しみ深きという作品があるんですけれども、その撮影場所を探しているという段階の時に、監督の大山さんと、主演の遠山優くん、まあ、私のいとこなんですけれども、その方々を連れてきたこともあるんです。ですが、ご覧の通り、道がかなり狭くて悪いですよね。 ですので、まあ、スタッフの車が入っていけないっていうことで、没になったんでしょうね。それぐらい悪条件の場所に柿畑があります。ちなみに、畑に着いた時に、鹿の大集団がいまして、柿を食べていました。上手に映っているかわかりませんけれども、拡大しましたのでご覧ください。あ、何あれ鹿。あ、本当だ。あれ。いくつもおる。うん。いくつおるの

ちなみに柿の木に爪痕があったんですけれども、撮影したんですが、これどうも鹿じゃなくって熊の爪痕のようですね。最近ではこんなことを見たことないです。そして柿は山に近い方の数本がこんな感じで食べられていました。 まあ、これがクマが食べたのかはわかりませんけれども、高いところっていうのは猿や熊が食べて、そして中間部分っていうのは鹿で、そして低い場所っていうのは、まあ、下に落ちたやつもそうなんですけれども、イノシシが食べるっていうことがあると思います。そして、この60年続いた柿畑、どうしてやめるかと言いますと、生産者の方がもう病気でできないということなので、もう今年は作らずに生柿として売ることになったそうです。 この撮影している段階でもかなり柿が食べられている状態だったんですけれどもこの4日後ぐらいに収穫、えー、された方の話によりますと4本がまるっきり何もなく食べられてしまっていたそうです。 干し柿を作っている年によってはいろいろな被害があるんですけれども、例えば雨が長く降ってしまうとカビてしまいますし、あと温度が暖かくなってしまうと、それもカビの発生原因になって、ほとんど出荷できなかった年もあるぐらいなんですよね。そして今年は特別に害獣の被害が多かったみたいなんですけれども、まあこういうことがいろいろあったっていうのと、あと病気を患ってしまったっていうことが原因で、 60年続いた星垣のこの柿畑、もうやめるそうなんですが、隣の畑の人がまだやっているので、まあそっちの方に売るかどうかっていう話をこれからされるみたいです。リアルな話をしますと、この辺りで作っている田んぼとかリンゴ、梨に比べると星垣っていうのは設けれるんですけれども、加工が大変なんですよね。もちろん他の作物も大変だと思うんですけれども、星垣は 大変ですね。ちなみに私に対してこの畑受け継いでやればいいじゃんって言われたんですけれども、まあそれは農業をやったことがない人の発言ですよね。このあたりで農家やってる方が息子に後を継がせるっていうのは相当規模の大きい農家の方だけだと思います。零細企業のような小さい規模の農家をやってる方はおそらく自分の子に農家継がせないでしょうね。 というわけで60年続いた干し柿の生産はこれで終わりなんですけれども、えー、野菜と田んぼの方は、えー、他の方の協力を得ながらもう少しやってみるそうです。それれでではこれで終わります。ユーチ神ーー風大和チャンネル